ましたよ。もう採用ですね。採用ちょっと打ったから狙っちゃった。ちょっと振ってみた。ほら、純ちゃんにしようか。そうだよ、純ちゃん採用します。はい、こっからが勝負です。あと1個バーディー。私、はいよ。わかりました。なんで左行くんだろう。グリップかな。いやー、ちょっと早かったね。やべ。あ、奥。純ちゃん乗ってる？乗ってる。多分乗ってると思う。ギリギリ手前か。多分乗ってる。はい、ありがとうございます。いやでも純ちゃんでしょやっぱり。これね、はい、はい、パーです。だからがいいですね。これ2ホールです。はい、あと2分の1でバーディーを取らないと目標達成となりません。はい、1個。まあでも2バーディー、前半2バーディー、後半2バーディーは取れてますんで、はい、そうね、もう1個、もう1個取りたいね。したいですね。でも最後のホールはカウントバック入るから、大事だね。大事なホールだから、ね、本当だ。18番17番ははいはい、試合っぽい、はいはい、全く落とせません。ビシッとバシッと打ちたいと思います。ここね。え？マジ？ここに来て？お腹痛くなった。びっくりした。自分も今の一言でお腹痛くなった。あって170だよ。言うてリアル。そうね。見ました。いやー、伸びちゃった。あー、ナイスカップ。あ、でも、いい方に。悪くはないね。うん、寄ってった。耐え時ですよ。悪くはないけど、ちょっともったいないから。確かに、ここ落としたくないね。ここは、あんまむずいっすよ。ピンから、グリーンピッチからの距離が結構あって、奥が結構傾斜になってるから奥はほぼきついですね。しっかり突っ込めるかって感じだね。動かしてきた。 おスピッ
ラン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 ナイス距離バッチリナイスオンです。変な動きしてるもう寄せたくて寄せたくて変な動きしてる。なんかはいどうする。え私から打つ。私からどっか、うん、頼むよこれ大事だね。ちょっと休んで入んなかったらもらう。大好き危ない。はい意外にさらっと打ったね。いやーナイス決めたね。はい、いや結構曲がったしちゃんと読んでたね。はい、じゅんちゃんを漏らすだけにいかない。そうね、漏らす、入んなかったら漏らすってすごい脅し耐えて、うん、最初ホール言うて私も耐えてるから。そう、でも今もお互いのね、だって寄せて入れてだからカバーし合って、うんうん、え、じいちゃん耐えてる、そっちの耐えてるそうの方これどうすんの、ピーの方になるの、ピーの方。ダメなの、めっちゃ大きい。化け物キノコだよ、これさサイズ感、化け物キノコです。絶対毒ある。ギリギリでいいのかな、狙うの。ね、いやもっと左上だったんだけど、でもフェアウェイ平らなとこに落ちたい。オッケー、距離はしっかり出て、で棒の先がどうかだね。ちょっと右すぎたね。まあでもこうやって右に行きたいか、ちょっとフェアウェイ外れたかぐらいです、ね。うんうん、はい、最終のセカンド地点に向かいます。はい、どうですか今スリーバーディーですけど、もう1個くらい、もう1個行きたいのは山々なんですが、パーでもいいかなぐらい、いいかな、結構いいとこまで行ってるんじゃないかなって感じです。はい、いや、純ちゃんの方じゃないだ ね、 ね、こっちで、こっちで、はい、純ちゃんボールです。攻める、先打つ、考えちゃっていい。私も今悩んじゃってるよ。74それを。え？そうよ。ピッチングでもう一回やるわ。3度目のピッチング。いくなぁ。でも。安牌、うん。悪くない。ごめん、ほじった。めっちゃ。うん、できちゃいますか。来たー、ナイスオンです。おお、ちょっと待って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 、バックスピン、バックスピン、バックスピン、戻ってきちゃった。バックスピン、バックスピン、ここに来て、ここに来て技がここに来て、はい、今完璧と思って、待って、どうする見てみよう、うん、ウエッジ持ってくわ。あ、ウエッジね、うん、あえてのまさかの最後こっちにする。ボギーはないっしょ。ボギーはないと思うね。じゃあワンチャン流れを変えるにこっちやってみる。ワンチャンもう行く感じで、うん、あっちじゃあピックしようか。
入ってたね今ね、ナイスパー、お疲れ様でした。最後ハイタッチして写真に収めてもらう。待ってたよ。楽しかったです。楽しかったね。お疲れ様でした。5つぐらい取れた気分はないと思います。はい、ありがとうございました、はい、できました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。でした。じゃーん。ご飯伸びたね。伸びたね。伸びてますね。2人はここに入ります。よーい、よーい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。見事、はい、4位、はい、入賞、はい、入賞、優勝とか予選通過、予選通過なりました。はい、はい、ここで一つお知らせがあります。はい、何でしょうか。決勝大会、うん、あるんですが、はい、この日はなんと純ちゃんもりほちゃんもスケジュールが合わないということで、この予選でね、ストップとなります。はい、決勝のこと考えてなかったね、うん、今回はね、この予選だけ出るのもね、ちょっとどんな感じもなもんかということで、はい、またどこかでね、挑戦して上まで登り詰めたいなと思います。はい、やってみてどうでしたか。すごい楽しい。あの久しぶりになんかまた試合感な感じでできたなっていうのと、ちょっとパターが悔やまれるっていう点かな。うん、ね、ショットはそんなに悪くなかったんだけど、うん、もうちょっといけたんじゃないかという後悔はちょっとだけありました。すごいな、あの楽しかったです。普通に真剣にもやったけど、うん、結構ふざけてたわけじゃないですけど、うん、いつも通りのなんかテンションで、まあ、こうスコアに、ね、挑戦していくっていう、うん、面白くできたなと、はい、結構たくさん喋ってるし、楽しい結構さ無駄にたくさん喋る小ボケもかましいなって後半で調子出てきたらすごいね、うん、そうだね、うん、あと作戦 ABC がすごい良かった。良かったね、うん、噛み合ってたと思う、普通に、うん、ね、はい、なんかあともうちょっとなんか何かが合えばよかったんだけど、はい、じゃあこれからねまたスクランブル出ようっていう方が、うん、おすすめですかね、うん、楽しいです。楽しい楽しい楽しい、うん、高め合える、うん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 、また個人の競技と違うね、うん、楽しさがあって、うん、いいと思いますんで、ぜひ皆さんもスクランブル競技チャレンジしてみてください。はい、以上になります。 YouTube のチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、次回の動画も楽しみにしててください。バイバイ、バイバイ、ハクチー。リンゴルフオープンニュースをお伝えします。7月22日まだ結構空き枠がありますので、避暑地でゴルフしたいなという方はぜひご応募していただけると嬉しいです。この会場にはリサちゃんが行きますの で8月17日ここもまだ結構空き枠がありますので、富士山のね絶景ポイントたくさんあるので、富士山と一緒に写真撮ったり、鳴沢といえばまあ結構名門なので、ぜひそういう名門感も味わってもらえたらなと。で後半の会場も追加されております。私地元の石川県なども入っておりますし、四国も確か追加されてます。まあ、その中でも多い人は女性限定の会場になっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。以上6月のリンゴルフオープンニュースでした。バイバイ。